アラーン、アラーン、アラーン。沖田真鍋さん、いつもありがとうございます。どうも。どっちか1個食べてる。1個しかないやないですか。私が1万円も言ったんじゃない。あらあったくもうねちょっとなんか仕草がちょっと本日スペシャルゲストでございます。どうも澤田康人さんでございます。どうも康人さんは津軽三味線アーティスト。あ、そうなの。すじ肩書きを持ってたんですか。こっちじゃなかった。あ、こっちでしたか。あらどうだからこう今日は黄色を生出てるわけですか。え、だから黄色ってなんで。だから黄色だ。沖田真鍋さんがゲストをこう呼んでいただいて、澤田さんが来ていただいたということでございますが、どうですか。いやいやいや、面白いですよ。なんか1時間目からなんか笑いっぱなしで、本当になんでそんな長々してる。あ、さっき沖田さんがリンパマッサージしたから。ショウゴ君の方がふにゃふにゃだったわおじさんを捕まえてね、はい、肩が凝ってるって当たり前なんだよせやね、座ってることも大変なんだから、ね、座ってることも容易じゃねえんだよ。いや、若いですよね。若いですよ、うん、若いんだよ今こうちょっとなまっておりますが、若いんだよ。出身が青森出身。ニューヨーク、ニューヨークニューヨークのカンボジアだよカンボジア。また大変なところから来ていただけて。えらい遠いとこから来たんだよ俺。何人なんですか。カンボジアって言ったよさっき言ったばっかりじゃないですか一度イベントでご一緒させていただいたんですけど、はい、皆さんね、はい、初めて会った時はね、はい、気取っててね。そんなことないです。気取っててやめて。俺は正午だぞみたいなね。そんなことない。司会をする正午でございます。あ、そうなのって。もう始めてください。ちょっと。本気で春子は笑ってるよ。もううちの母さん。全部始まったね。もう時間ですので、じゃあね。現場から以上でございます。スタジオにお返しします。どっちが1個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 楽しい一日でございました。ありがとうございます。ありがとう。おお、かっこいい。あ、かっこいい。さっきの画像の写真だ。ああ、かっこいい。沖田さんとのね、コラボというか。かっこいい。ショーゴはここしか映ってない。目玉ビーム。ありがとうございます。それはっしゃい。終わり。君はいつも言う。